皆さんこんにちは。今回は強化されたドクターを使って遊んでいきたいと思います。というのは裏テーマですね。今回の主役はもちろんこのパーク、圧倒的存在感。実はですね、ドクターに限り圧倒的存在感実質強化されております。まあ、ドクターはね、ショック療法が強化されて、今まで必須アドオンやった電極とか懲罰を使わなくても良くなったんで、ということはだよ、信用を広げることができる鎮静を心置きなく持っていけるようになったということなんですよ。はい、信用が広がればどうなりますか？圧倒的存在感がより圧倒的になる、そういうことですね。そんなわけで、小学校指定でね、ちょっと圧倒的な存在感を示していってやろうという感じなんですが、サバイバーがね、医療キット持ち2人と工具箱1人で、ライト持ち1人っていう感じやったんで、まあ、ゴリゴリチャージを削ってやろうと思います。で、一応ね、新パークのアンダンも持ってきてるんですけど、もうこいつはもう脇役です。っていうか、もうクソパークですね、こいつは。ちょっとね、まあ、今1というか、まあ、3トークン溜まったんですけど、何戦かちょっとこの構成でね、ギデオンとかでもやったんですけど、一回もね、このトークンがたまらないということもありまして、不安の元凶とかも持ってきてるし、おっと、心音もかなりでかくしてるから、刺さってもおかしくないなと思ったんですけど、全然刺さりません。あ、もうクソパークですね。もうほんと圧倒的存在感には遠く及びません。よいしょ。よしよし、ちょっと、ぐだったかなと思ったけど、まあまあ早い。おっと、いいのか、俺の信用範囲内でそんな暴挙を。そんなことしたら君のライトの寿命が縮んでいくだけだぞ。もうちょっとね、ほんとアンダには全然頼れないんで、とにかく圧倒的存在感で、もうこのパークだけで、サバイバーを苦しめていこうと。で、あ、これは地下回復じゃないの？見えているんですね。で、今はちょっと心音がちっちゃくなっちゃってるんですけど、とりあえず今回復とかされないと思うんで、アイテムを使う状況ではないんで、とりあえず放電爆破撃ったんですが、ん？あ、上でやってるな、これ。あれ？全然離れなくね？おいおいおい。あーっと、なんだ？捨てたか、この試合を。あー、こういうとこなんですよね。圧倒的存在感の良くないところは。圧倒的すぎて、サバイバーがね、勝負を投げちゃうという。こういうことがあるんですね、このパークを持っていくと。まあ、だからちょっとあんまり持っていかないようにはしてるんですけど、普段。まあ、そうか。強化されちゃったしな。ドクターが使うとな。俺はしょうがないな、ちょっと。ほっ！あ、なんかすごい。足がすごいガクガクしとったな。あと、アンダンが、なんか、ちょびちょびは溜まるんだけどね。なんか、こう、がっつりは全然溜まんないよな。まあ、ちょっと、放電爆破を、この構成上あんま使えないっていうのもあるから、ちょっとね、あんまり、強気度を上げれてないっていうのもあるかもし、おー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 、話して途中だぞ。いや、もうちょっと圧倒的存在感を見習ってほしいですよね。ほんと。心音こうやって広がったら、もう、こうやって歩いてるだけで、サバイバー苦しんでるんだから、圧倒的存在感に。ただまあ、本当に全然刺さってるのかどうかはもう全くわかりませんね。刺さっていると仮定することしかできない。想像して楽しむことしかできないというこの、これがちょっと苦しいところですね。おっと？なんだ？やるのか、ライト。おい、圧倒的存在感の前に。圧倒的存在感の前にちょっとちびったね、それは。いやけど全然ライト減ってる気配ないね。
全然追いつけない。これいけるかな。あー無理か、マジか。あーちょっと無理、やめて。はい、あーさっきのもちょっとねライト外したのは多分圧倒的神々や、圧倒的存在感の前にちょっとねタジタジになっちゃったんだろうな。タジタジになって外しちゃった、まあそういうことでしょうね。ほっ、あ外れた。おっと早倒しされた方が厄介なんだけど、倒すのが遅れ、おーっとまた来たのかい君。戦いたがるね。いやけど外れてるんだよね。ほらその隙に君のライトのチャージはどんどん減ってってるんだよ。あのいつまで使えますあのライト結構カチカチやってる気がするんですけど、あのなくなる気がしませんね。全然なくなる気配がありませんねこのライト。ほっ、はい、あれこじ開けた隠し通路じゃないこれ。いた君の持っているその工具箱ももうゴミでしょう。私の圧倒的存在感の前にチャージはもうすっからかんなんだろ。分かっているぞ。オーケー、はい、というわけでちょっとけど一人自殺しちゃったので、まあもう一試合同じく小学校でやっていこうかなと思います。はい、全く同じ構成で再び小学校にやってまいりました。今回のサバイバーは医療キット持ちが3人とライト持ちが1人という感じでしたかね。まあ圧倒的存在感の前ではそんなアイテムは何の意味もないので、すぐにチャージをゼロにしてあげましょう。持ってきたことを後悔させてあげますよ。なんだ、真っ向勝負じゃないのか。全然疑ってすらなかったんだけどな。出てこなければバレなかったものを。あ、引っかかったね。これ届くか。おお、届く。いける。オッケー。前だったら多分届いてなかったと思うんだけど。素晴らしいね。で、しっかり狂気をばらまいて、まあ、まだ今はアイテム使われることが多分ないと思うので、放電爆破で狂気をばらまく。ほい。めぐみ。なんだなんだ、まあ、圧倒的存在感があれば、めぐもうが何しようが全く無意味。そんなものは無意味なのだ。一台治る。ほい。あー絶対スプーパーじゃん。殴れたな。まあ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 、ほい。さあ負傷をばらまいて、まあやっぱね医療キット持ち込みなんで負傷をばらまいて回復しようとしたら、あれ回復できない、医療キットがゼロになってる。これがやりたいですよね。やっぱ早くね、一回分も回復できないんだけど、これですよ。恐ろしい、圧倒的存在感、恐ろしい。これを期待しております。あ、けどマジでジェフ、回復できてないんじゃねこれ。これ多分圧倒的存在感で回復できてない説、ありますね。あれ、セーブルちゃん、その、
持ってる医療キットは使わないのかな、それとも使えないのかな、どっちなんだい。 OK。 おいおい、これ圧倒的存在感がめちゃめちゃ活躍してるんじゃないか説。マジでジェフ回復してないし、木村ゆいも回復してないのよ。で、セーブルも回復をしてない。これ誰が何と言おうと、圧倒的存在感がサバイバーを押している状況なんじゃないんですか、これ。救助に来ないね。全然救助に来ないね。まあ、耐久だけ入れて、ちょっとお出かけしましょうかね。ステーブルは回復したけど、これマジでさ、あれじゃない？ジェフと木村ゆい、セルフケアない説。セルフケアなくて医療キットに頼っていた説あるぞ、これ。そして、負傷しているから、救助に来れなかった説。ということは、圧倒的存在感強い説。え、っていうか、アンダンは？なんかやったこいつ。アンダンは何かやってます？あれ？これはネアの声じゃないか？ちょっと出会い頭だけれども、これはやらせていただきたい。オーマイガー、もう逃がしたくないな。OK。 よーし。うん、そのライトも全然使わなかったね。まあ、ライトはさっきの戦いで結構取れたから。これマジで医療キットすっからかんのせいで回復できてないよ、皆さん。マジで圧倒的存在感めちゃめちゃ活躍してるじゃねえか。あんたどうなっとんねん、ほんで。あんだん。あんだん、この野郎。あんだん、バカ野郎。ジェフがさ、ずっと負傷してるのよ。俺、医療キットに頼った末路ですよ。あ、回復した。オッケーオッケー。で、まあ、こっち側に発電機固まってるので、さっきセーブル下に降りてきてたけど、全然回ってねえな。ということは、ジェフが救助に来るか？はい、読み通り。すぐに負傷させていただきます。スマチョク、それ触らないで、ちょっとやめて。間に合わんかな、これは。ちょっと、お、危ない。いやー、ちょっとジェフがミスってくれて助かった。やめなさい。ほい。まあけど、この発電機は治っても逆側に発電機3台固まってるんで、逆にあの発電機に固執してくれればそっちの方がいいっちゃいいな。あんだんどうなってます？一回ぐらい溜まってました？俺全然ちょっと見てなかったんだけど、溜まってないと思うんだけどな。この狭いマップで、心音広くて、不安の元凶で、スキルチェックをミスらないサバイバーたち。サバイバーミスらないよね、やっぱり。ミスってくんないのよ。ほい。なんかすごい。すごいジェフが飛んでったぞ。あー、いた、あったか、ここ。割ってなかった。ほっ。お、オッケー。ちょっと避けるためにこっち側来てくれてて助かったな。
やっとなんか溜まったんじゃないアンダー。初めて見ましたよ、ここに3って書いてあるの。で、こっち側はちょっと回されたくないんだな。あ、上結構回ってる。誰がやってる？あ、下降りたな。セーブル。ということは？ジェフが救助で、あ、とりあえず負傷だけ入れたいな。はい。まあ、一応蹴っときますか。 3% なんかなんか全然意味ないけど。うん、また上に戻った。ちょっとね、その発電機をやってほしくないのよ。あそこは、お、アンダンがまた溜まっていく。ようやくここに来てようやく OK、 ようやく溜まってきましたね。で、あっち回ったけど、これで完璧にこっちに固まったんで、うん、まあこれはちょっともう離れる理由がないな。ジェフはあっち、木村ゆいがただ玉兵だからどこにいるかがわからん。ん？あれか、あれ木村ゆい。あ、ジェフ来てるな。おお、倒さない。救助無理。ん？無理救いかない。で、木村ゆいが来ている。ほい。うわー、マジか。救助入れるか。いやー、ちょっともったいなかったな。やりきった方が良かったかもだけど。なぬー、危なー。そして、アンダンが六道くん。ただこれで、木村ゆい終了の、まださすがに治らんだろ。はい、九道くん。9% 入ります。9秒ブロックも入ります。やっとだな。あー、スマチャクだよね。いや、危なかったな。なんとか、ギリギリ。おーおーおお、なんでなんとかギリギリ耐えた。うん、さすがにいない。あ、なんか見えたな。なんか見えたぞ。あれ、地下か？あー、地下っぽいな。地下だね。うん、真っ向勝負はない。オーケー。はい、というわけで、ドクターの強化により、ドクターに限り圧倒的存在感が強化されている説。素晴らしかったですね。圧倒的存在感の活躍。続く3回戦、広い新マップで同じ構成を試した結果、嘘のようにボロ負けした